連続殺人か。怖いね。もしもし。あ、出た。ちょっと、今どこにいるんですか？ん？ああ、いや、ちょっと出先だけど。絶対嘘ね。どうせ会社にいるんでしょ？もう、どうして電話に出てくれないんですか？ちょっと聞いてます？あれ、電波悪いのかしら？秋山さん、聞こえてますか？ああ、聞いてるってば。ごめんって。で、何？なんか用？用って、何言ってるんですか？用あるに決まってるじゃないですか。ああ、そうだよね。はいはい。俺が悪かったって。で、何？あのですね、今日は何の日か知ってますか？え？今日？今日は…君の誕生日か何か。違う。いいから壁のカレンダー見てください。ああ、集金日。忘れないでくださいよ。別に忘れてたわけじゃないよ。ただちょっと出かけるのためらっていたっていうか、なんかさ。なんか、何なんですか？今日さ、雨なんだよね。あ、雨ならもうとっくに止んでますよ。じゃあちゃんと言ってくださいね。私は半来の特選カルビ弁当買ったら帰りますから。それじゃ。また降ってきちゃって。
おい。Thank you.
ああ、お疲れっす。って、兄貴、びしょ濡れじゃないっすか。新井の兄貴は。ああ、頭なら今、柴田の組長さんのお供で、そこのビルの見学に行ってますが。カムロ町ヒルズか。ねえ。なんでも、親父の話じゃ、本格的な建設が始まる前に、何としてでも真島組に顔を売らなきゃなんないとかで。ふん、上のご機嫌取りか。くそ。兄貴、どうしたんすか。そんなにイラついて何かあったんすか。七福通りにエルナードってキャバあんだろ。今あそこに上野の奴らが来てんだよ。上野？上野ってあの上野清和会ですか。ああ、8時くらいから2人連れで来て今飲んでる。そうですか。あ、でもただ飲んでるだけなんですよね。なら別に問題ないじゃないですか。暴れてるわけじゃないんですし。バカ、飲んでるってこと自体が問題なんだよ。どうしてですか。はあ、上野とうちの本家が親戚だってのはお前も知ってんよな。はい、昔実話系の雑誌で読みました。でも実際には五分五分の関係ってわけじゃねえ。一応親戚である以上、同情会が上野の島に手を出すことはねえ。でもそれは上野清和会が毎月寄付って形で東条会に結構な額の上がりを支払ってるからなんだよ。え？そうなんすか。表面上は対等な立場、でも裏じゃ上野清和会も俺らと同じ参加組織の一部ってわけさ。ま、例えて言うなら東条会がアメリカで上野清和会は日本みてえな感じってことだ。え？あー、すんません、あの、ちょっとよくわかんないっす。だからまあいい。どっちにしても俺らみてえな三次の組員が知っててもどうしようもねえ話だからな。兄貴、あ、それでさっきの話なんですけど、上野清和会がうちの上とそういった関係があったとして、それの何が問題なんですか。は？だって上野と東条会は親戚なんですよね。だったら東条会系のうちの店で飲んでても別にいいんじゃないですかね。バカか、お前はここまで話わかんねえのか。だからお前は使えねえんだよ。よう。ああ、秋山さん、どうも。ちょっと間が悪かったみたいだな。寝直そうか。いやいや、大丈夫です。どうぞ、どうぞ。今日は集金日なんだね。回収がてら、金村さんに挨拶していこうと思ったんだけどな。どうやら、留守みたいだね。ええ、今日はちょっと用事があって出かけてまして。ふん、新井さんもお出かけ中？え、あ、はい。頭は柴田組の組長と出かけてます。なるほどね。で、さっきの話の続きは？え？どうして上野清和会の連中が金村工業の島で飲んじゃダメかって話だよ。こいつらに教えてやんなくていいの？聞いてたんですか。あれだけでかい声で喋ってりゃ隣のビルまで聞こえるさ。すんません、お恥ずかしい限りで。おい兄さん。あ、はい。あんた新入り？え、あ、はい、3ヶ月くらいになります。ふん、じゃあ1年くらい前まではカムロ町界隈で新家な窃盗とか強盗とかやってた口？ええ、まあで、新井さんあたりに憧れてこの世界に入ったと。そうです。そうかそりゃいい。あ、秋山さん。え？
親父に用件があるようでしたら後でこちらから連絡するようにしますけど。帰るってこと？いやいや、そういうわけじゃないんですが、親父にもいつ連絡がつくか分かりませんし、こちらもいろいろありますんで。いろいろね。そっか、そうだよね。わかったよ。今日これから大変だぞ。え？あんたらの教会で下の連中が上の島で飲むなんてことはあってはなんないことなわけ、わかる？それは直系団体でも親戚団体でも同じ。例えば君が今からカムル町で一杯やろうと思ったさ、君の親である金村さんのさらに上の親、つまり柴田組の島で偉そうに飲むなんて思うか？いや、それは。そうだろ？そりゃそうだよね。だってそんなことしたら金村の親分さんに恥かかせることになっちゃうかもしれない。それに後で新井さんにどれだけ怒られるか分かったもんじゃない。今回のことも同じだ。あんたんとこのお店に来てるのはあの上の清和会、カムロ町不可侵通登場会との約束破って大門ぶら下げたままカムロ町に来てること自体おかしい話だ。つまりそれがどういうことかわかる？ちょっと秋山さん、どういうことなんすか？それはね、つまりこの金村工業が低く見られてるってことだよな。あ、きっと上野の連中は金村工業の島の店なら飲んで暴れても大丈夫って思ってんだろうな。いくら金村工業が東上会の下の柴田組、そのさらに下の三次団体とはいえ、そりゃちょっと舐められすぎだ。ちょっとあんた、うちのことバカにしてんのか？やっと本気になったか。悪かったね、木戸ちゃん。調子に乗っていっぱい喋っちゃって。それでいいんだよ、極道は。え？極道は大門のデカさだけが全てじゃない。てめんところ大門バカにされて頭に来ないような奴は信用できない。ああ、そうだよな、木戸ちゃん。ええ、まあ。じゃあここはまあ一つカムロ町の平和のために頑張って、あんたらが頑張ってくんないと俺も儲からないしな。ね、兄さん。え、ああ、はい。よし、じゃあ帰るか。それじゃ。ああ、そうだ、木戸ちゃん。はい。金村さんに言っといてよ。自分とこの組バカにされても怒らなくなっちまったら、極道は終わりだって。そんなヤクザまがいの奴には、もう上納金を立て替えるためのお金なんて貸してあげませんよ。金借りる時に約束した条件、守ってくださいねって。よっしゃ。はあ、あ、お、親父、いらっしゃったんですか？うん、いたよ。あ、あの、いつから？秋山のガキ帰っただ。しかし困ったもんだ。さっきお前が言ってた上野の奴らの件どうしたもんか。とりあえず新井の兄貴にすぐ連絡を取ります。でも確か新井は柴田の親父と出かけてんじゃなかったのか。連絡取れるまで電話をかけ続けます。そうか。もし上野の連中が暴れたりしたらどうしましょう？そうだな、あまり荒っぽいことになるのは避けた方がいいとは思いますが。ああ、
新井の兄貴なら丸く収めてくれるとは思うんですが、うん、そうだな。とにかくことを荒立てたくない。新井に任せると言っといてくれ。よいしょ。わかりました。なあ、うん、さっきの秋山って人何者なんすか？ああ、あれか。秋山俊、32歳。天下一通りでスカイファイナンスって店やってる金貸しだ。神室町の駆け込み寺って言われててな。他の店で融資を断られたような奴にまで金を貸し付けてる。闇金ってことすか？まあ本人は闇金じゃねえって言ってるが、やってることは同じようなもんだ。ただまあ違うとこがあるとしたら、他の金貸しと比べて融資の条件が変わってるってとこかな。条件？審査が特殊とかそういうことすか？ああ、あのスカイファイナンスって店じゃ、客に金を貸すかどうか判断するために融資前に必ず何かしらの条件を客に提示する。その条件ってのがボランティアだの、老人介護だの、とにかく一風変わったもんらしい。はあ、そんなことして何のメリットがあるんですかね。さあな。それに一部の噂じゃ金利すら取ってねえって話もあるくらいだ。え、じゃあどうやって飯食ってんすか、あの秋山って人は。まあそれは都市伝説みたいな話だろ。秋山さん、実際はちゃんと儲かる仕組みがあるんだろうな。一応さっきうちに来たみたいに、金貸した客が飛ばないようちょくちょく見回りしてるみてえだしな。謎だらけの金貸しっすね。とにかくやつの考えてることはよくわからん。ただ一度秋山から金を借りた人間は二度とやつから金を借りることはねえそうだ。どうして？それもわからん。ま、何にしてもああいう不気味なやつには関わらん方が身のためだってことだ。付き合ってもらってご苦労だったな。いや、まあ、あのビルがどれほどのものか確かめることができただけでも収穫か。ん？お前の携帯か？すみません。いやいや、それじゃ今日はとりあえずお疲れさん。うんとうまい飯でも食ってくれ。いただきます、柴田組長。それじゃ。新井だ。分かった、エルナードだな。少ししたら向かう。
いだんじゃないか。ありません。なんだお前。こんな高い酒飲んじゃって、こんなのこの店じゃ市場価格の4倍は取られるぜ。誰だお前、ボーイって感じじゃねえな。うめえ。こんないい酒浴びるように飲むなんて、本当の酒飲みのすることじゃねえよな。何しかとしてんだよ。俺らんこと舐めてんのか。どこの誰だって聞いてんだよ。おれてめえ何者だこれ。よかったぜ、相手が俺で。これがヤーさん相手だったら戦争もんだよ。なんだよこれ。
話と違うじゃねえか。え？話だと？秋山さん、何やってんすか。お前一人か。え？あ、はい。兄貴はまだ時間がかかるみたいなんで。そうか。何てめえらごちゃごちゃ喋ってんだ。そうか、わかったぞ。俺らをはめて戦争を始める気だな。さっきから何言ってんだあんた。うるせえ。こうなりゃこっちも焼けよ。お前らが誰だろうと知ったこっちゃに、全員ぶっ殺してやるぜ。てめえ人んちの島で暴れといて何言ってんだこれ。来んなお前は。え、これは俺の喧嘩だ。この店で起こったことは全部俺とこいつらだけの問題だ。上野とか金村関係ねえ。秋山さん、やっぱり俺らの素性もバレバレってことか。俺はこの町でスカイファイナンスって店やってる金貸しだ。この喧嘩俺が勝手にやってるだけのこと。あんたたちがムカついてから絡んだだけだ。組織がどうこうは関係ねえ。てめえ、舐めた口聞きやがって。いいね、気合入ってきたみたいじゃないか。久々に本気の喧嘩が楽しめそうだ。ムカつく野郎で、いいだろう。その分かりやすい挑発乗ってやるぜ。こっちはいつでもいいぜ。行くぞ、こんがじゃ。兄貴、あれが上野の連中か。新井さん、ちょっと来るのが遅かったね。はあ、相変わらずの強さですね。スカイファイナンスにうちら本職が手出せないのもよくわかる。勝手なことして悪かったね。こいつらちょっとムカついたもんでさ。さすが新井さんだね。こっちの気持ちがよくわかってる。この世界に入って最初に覚えたのがこの動作でしたから。ちゃんと一発で火をつけないと兄さんたちに殴り飛ばされたもんです。そのことじゃないよ。え？なんで俺がこいつらと喧嘩したのか聞かないんだ。うちの親父に金貸した時の
条件が関係してるんでしょう。やっぱり知ってたんだ。ええ、秋山さんともあろう人が何の条件もなしにうちの親父に金を貸すわけないでしょう。どんな条件か知ってる？まあ直接親父に聞いたわけじゃないんですが、金村の引退ですよね。俺はさ、あんたならいけると思ってんだよね。堂島の竜って言われたあの人の領域に。買いかぶりすぎですよ。俺と四代目ではこの世界に足を踏み入れた瞬間から天と地ほどの差があります。俺が金村工業を継いだとこでその差は埋められませんよ。そんなもんなのかね。俺なんか空から金をもらってからあっという間にここまで来たぜ。そういえばそうでしたね。忘れてました。人間、チャンスは突然降ってくる。要はそのチャンスをもらってから一気に上り詰められるかどうかなんじゃねえのか。三次団体とはいえ組長は組長、のし上がるチャンスとしては悪くない。あんたも少し真剣に考えておいてくれ。あ、くっそー、あいつ。秋山さん、申し訳ありませんがここからは俺たちの仕事です。どうすんだあんた、その拳銃今ここでぶっ放すのか。そんな勇気があんたにあんのか。撃ったらこっちもそれなりの対応をしなきゃなんない。だがこのままおとなしく帰るってならこの一件はなかったことにする。どうだ。何を偉そうに。こっちは上の世話のメンツがかかってんだ。それは分かってる。だがあんたが撃てば俺も撃つ。なん、あんたらがどうしてこの店で飲んでたのかは問わない。だからその拳銃こっちに渡してくれ。くんな、くんな。兄貴、兄貴、大丈夫ですか兄貴。くそ、逃げんぞ三島。大丈夫だ。脇腹をかすった程度だ。それよりもあいつらを。くそ。木戸、はい。ここはいい。お前はすぐにあいつらを追いかけろ。はい、わかりました。おい、起動。いいか、やつら捕まえても絶対に無茶な真似するんじゃねえぞ。はい。申し訳ありません。もしもし。ええ、そうですね。